はい、それでは始めていきましょう。トラキチチャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ現在ピーチ VS クッパツアー前半戦、こちらのピーチカップがリーグ対象となっておりまして、僕自身は現在、1コース目まで攻略動画出させていただいている段階でリーグ2というところで順調なスタートを切っております。今日は動画としましてはピーチカップの2コース目、キノピオサーキット X、 こちらを走り込んで攻略動画にしていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。さあ皆さん、前回の動画見ていただきましたでしょうか。新登場コースのこのこ岬、走り込んだ結果ですね、なんと1コースので獲得したクッパチームコインのみでですね、なんと見てくださいよ、メダルショップすべて獲得しきることができましたので、今日は最後の一つ金土管を最初に引いて、動画のオープニングにふさわしい引きをして、スタートしていきたいなというふうに思っております。ドン。はい、サバイバルバギーがレベル5ということで、これはありがたい引きですね。サンセット荒野とかで使うイメージです。はい、ということで動画のオープニングでチームコインの方をね、使わせていただいたんですけど、これはね、意図がもう一つあってですね、実はこの先キノピオサーキットとバニラレイクではピーチチームのキャラを使わざるを得ないんですよね、僕自身状況としてはね。だからちょっとクッパチームに貢献できなくて申し訳ないんですけども、ちょっと1コース目で頑張ったよってことでね、なんとか許していただければというところでございます。では早速キノピオサーキット X やっていきましょう。まあ老舗コースということでね、環境、皆さんも整ってる方多いんじゃないのかなというふうに思います。ちょっとね、自分自身迷ってるところがあります。2択で迷ってます。1つ目はこちら、はい、水色キノピオがですね、ポイント解放マックスまでいってますので、これをねレベル8にするっていう手ですね。レアのキャラをレベル8まで持っていくと、フィーバー確率プラス 10% のポイントブースト7倍。そしてもう一つの選択肢がこちら、トッテンレベル6を使うっていう選択肢ですね。残念ながらレベル7まで持っていくことはできないというところ。レベル6ですとフィーバー確率プラス 10% ポイントブースト5倍。おや?っていうところですよね。これはレベル8のレアの方がいいんじゃないのかっていうふうに見えます。ただトッテンに関しましてはスペシャルスキルがラッキーセブンというところで、何が自分にとっていいのかというところで、ちょっと10レースずつぐらいね試してみようかなと思ってるので、前半戦はトッテンでやっていこうかなというところでございます。さあマシン行きましょう。マシンに関しましてもノーマルでねレベル8に、おそらくできるんじゃないのかなというね、初期マシンでもあるマッシュレベル8にすることも可能なんですけども、レベル8のノーマルだとアクションポイント 1.2 倍のポイントブースト7倍、 1.2 倍ですね。そしてこちら今回使っていくのはファーストバーがレベル5、はい、アクションポイント 1.2 倍ポイントブースト4倍。おやって感じですねこの辺もちょっとおやっていう感じなんですけども、まあポイントがねウルトラだとさすがに、基本点が595からスタートで、レアだと、あ、ごめんなさい、ノーマルだとどこまで行ってもね限られてるよというところなども考慮しつつ、とりあえずファーストバーガーで行きたいと思います。さあグライダー行きましょう。グライダーに関しましては、レアやノーマルをレベル8にするよりもさすがにこちらゴールド解凍レベル7ポイント解放2段階の方が有能だろうというところで、こちらを使っていきたいと思います。ということでいろいろと迷う点はあるんですけども、前半10レースはこの環境でやっていきつつ、後半試していこうかなと思っております。よろしくお願いします。いきましょう。はい、1レース目いきましょう。さあラッキーセブンキャラということで、最初のスタートで5位とか6位にいるとラッキーセブンが出やすいよっていうね事前情報があったと思うんですけども、今出やすい環境でしたけど、ちょっと残念ながら下見の時のようにうまくは出ませんでしたね。よいしょ。みんなすごい、パイロンがもうなかったね。はい、あ、これは素晴らしい。あー素晴らしい。はい、当たって、当たったね。はい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 、はい、ありがとう。さて下見のこのコースも案外短いですね、あのエクストリームだとね。で、下見の記録が3万3000点ということで、結構いい記録が出ちゃってるんですけども、今回おっと狙いは4万点、なんとかそこまでいけないかなと今思ってるところです。ジャンプアクション、はい、さすがにね皆さん走り慣れてるコースだと思いますので、今更走りの参考にとは思ってません。
なんとかいい点数が出たスーパーレースを皆さんにお見せできればと。はい、3万点スタートです。頑張ります。はい、2レース目いきましょう。来たコインフィーバー、これは大事にしたいけど、ものすごく抜かれてる。ものすごく前の人が内回りしてる。ずるい、あの内回り具合はずるい。うわー、ギリギリだったな。さあ、ただあいかん。あ、2位になっちゃった。もう、あー、こういうことやってるとダメだわ。はい、7レース目いきましょう。バカなことをやりました。さあ、さすがに超えてくれ。あー、全然ダメだな。取って無理かな。はい、9レース目いきましょう。あー、これで行かなかったら無理だと思ったけど行きましたね。このてんやわんやの展開でギリギリ、記録更新。600点。アクション数141ですか。なるほど。もうちょっと取ってんは見切りつけるべきかな。10レース走りますが。はい、10レース目行きましょう。
いやー、これは超えたね。一気にいった。オッケー、ラストです。はい、最後取り切れてはいませんでしたけども、フルコンボアクション数156で、なんとか 36,821 点、2900点ほど更新することができました。まあ、取って、そしてファーストバーガーでやるのはこのレースが最後にしたいと思います。ということで、新しい環境でさらなる点数を狙っていきます。はい、こちらが新しい環境になります。レアのキャラですね。ピットクルーキノピオ水色、ポイント解放マックスレベル8で、ノーマルのマシンマッシュ、ポイント解放マックスレベル8で、最初のカイトは同じですね。ゴールドカイトがポイント解放2段階のレベル7。ポイントブーストに期待してこの環境で新たに10レース頑張ります。はい、11レース目いきましょう。すごいレースでしたし、1位ゴールした時のポイント解放じゃないや、ポイントブーストがやっぱりこの環境の方が大きそうですね。なんか記録狙えそうな感じがしてきました。いやー、それにしてもサンダーフィーバーはすごかったですね。アクション差131、ちょっとレース的には、そうですね、やっぱりラッキーセブンフィーバーが来るわけではないので、コインフィーバー狙いにどうしてもなっちゃうんですけども、頑張れそうな気がします。はい、18レース目いきましょう。1位いけないか。あ、これはきつい。はい、20レース目いきましょう。ということで、今回はこれでラストにさせていただきたいと思います。なんと今回は、目標点に遠く及ばない、4万点狙っていたんですけども、残念ながら3万6000点までしか行くことができなかったというですね、なんとも情けない展開で、非常に申し訳ないんですけども、ちょっとここまでにさせていただこうかなというふうに思ってます。どうしたらよかったのかなっていうふうにはね、思ってるところはあるんですけども、
まだ可能性あるかな。いやー、ちょっと悔しいんですけどもね、ちょっとどうにもこうにも、環境のせいなのかですね、何のせいなのか、ちょっとうまくいかなかったですね。当たった、オッケー。おー、可能性ある、これ。あー、ちょっと待って、ここでミニカードを出し損ねるなよ、俺。さあ、どうだ。どうだ、終わります。いやー、まさか最終レースでっていうところですけども、ちょっと目標点には残念ながらね及んでないんですけども、最終レースで1700点ほど更新する、1700点ちょうどですね、更新することができました。うーん、フルコンボアクション数149、まあでも見ていただいて皆さんの参考になればと思うのは、最初の環境よりも、このピットクルーを使った環境の方が点数出しやすかったよね、やっぱりっていうところですね。ラッキーセブンキャラであっても、このレベル差であればですね、通常キャラのレベル8を使った方がいいよっていうところは参考にしていただけるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと点数的には不満はあるけど。おー、1位いった。現状でなんとかギリギリで1位を奪還することができました。まあこれは嬉しいことですよね。なんとかよかった、本当にトップに戻ります。はい、ということで今回はピーチカップの2コース目、キノピオさんキット X 走り込んでいきましたけども、皆さんから見て内容いかがだったでしょうか。よかったよ、参考になったよっていう方はですね、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。というわけなんですけども、どうもね、環境的にもコース的にもちょっと淡白で、のこのこ岬と比べるとだいぶエンターテイメント性の少ない、動画の内容になってると思いますし、僕自身の感想としてもね、あんまり楽しくなかったなっていうところなんですけども、点数としてはこんな感じでリーグ1位を奪還することができました。あと1コース残ってますので、少しでも点数を重ねて、今週の、1位報酬を獲得できるように頑張っていきたいと思いますので、よかったらですね、最後まで見ていただけると嬉しいなというふうに思っております。では、今日はここまでにしたいと思います。失礼します。